第6レース1着となりました1号艇中谷智子選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。大事な1号艇しっかりものにしました。はい、それではレース振り返っていきます。進入内から1、2、3、4、5、6、中谷選手1コースからの戦いで一定心ぐらいのスタートでしたね。そうですね、もう本番行ったら本当一定心近く完登届いてないんで、ちょっとどうかなと思いながら行きました。はい、1マークしっかりと押し切っていきましたが、はい、現状手応え的にはいかがでしょう。ペラを山川さんにアドバイスもらって、はい、だいぶ回り足が良くなりました。最初はあまり思わしくなかった。もう全然何もなかったです。行き足もないし、ターン回りもないし、はい、じゃあもうアドバイスのおかげで、はい、だいぶ上積みがあって、はいはい、キャブレターもね、昨日今日と交換されてましたが、2走前の人が交換してたのを戻したんですけど、はい、ちょっと、全体的に良くないので、また元のやつに戻した感じです。はい、今日2日目は2着1着で着まとめまして、はいはい、明日以降の調整のテーマっていうのはありますか。そうです、プロペラのちょっと前走の癖がきついので、ちょっと戻ってくる感じがあるので、そこをしっかり叩き直したいです。はい、では最後、ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、暑いですけどまた明日も頑張ります。応援ありがとうございました。ではカメラサインを書いていただきます。さあ、ここは中谷選手が陰線をものにするという形でした。さすがの陰線ですね。これだけ外田が攻め手がいた中でしっかり逃げるんですから、やっぱりさすがだと思います。本当ですね。はい、はい、サインいただきまして